カンです。お猿さんの一番可愛らしいところでお母さん座りでご挨拶。はい、このお猿さんは男の子のお猿さんで3歳です。名前が太陽と言います。太陽、猿回しになって半年目、ね、ついこの間3つ目の技が完成をいたしました。3つの技をやるのにどんくらいかかるかというと3分半で終わります。3回転ピャプチャー、1、2、えらかった。はい、よっ、抜けるか、なんちゃそれ人騙しちゃいくまいねえ、厄払いですからちゃんと真面目にやってください。お願いします。厄払い、高いところ飛んで、よっ、抜けるか、偉かった。誰も褒めてくれない。はい、輪っかが2本、おめでたいところで、ウグイスの谷渡り、良きご縁に恵まれますようにと飛んで、抜けるか、抜け戻る。笑ってる場合じゃないんですよ。ここは猿がやるんじゃなくてみんなでやるんですよ。いいですか。はい、ポイントは足を高く上げて、イエイ、はい、いきます、せーの、イエイ。よかったらみんなでついてきていただけませんか。これは大道芸です。いいですか。これは大道芸です。みんなでついてきてください。ハイジャンプ一発勝負。ジャンプ、はい、せーの、イエーイ。はい、こんなに喜んでいただきましたらおいちゃんめちゃくちゃ嬉しいので、今日は最後にあと1個、猿回しの中で一番難しいとされてる、ちょっと動いてる、はい、難しいとされてる技が竹馬です。普通のお猿さんで竹馬に乗るのに3ヶ月から4ヶ月ちょっと覚えの悪いお猿さんで半年から1年この太陽くん、なんとこの竹馬1年半かかりました。不器用なお猿さんなんですが、こんなことができるようになりました。見てください。今からいいですか、お猿さんが竹馬を自分で拾って立ち上げます。ちょっと想像してみてください。自分で竹馬を拾って立ち上げます。竹馬はなかなか乗れない、毎日練習するんだよ、一日一歩3日で散歩、3歩進んで5歩下がる、人生ったそんなもんじゃないか、毎日楽しく笑いましょう、今日の出会いを大切に、うらよいしょ、それはい、もういいでしょう。はい、見事決まったところで、いよいよお別れです。お別れは